さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月の30日22時1分、2日前の試合ですね、阪神タイガースの方に、力を渡そうとしたんですけども、まあ、未来の時間軸からの方ですね。で、まあ、新庄さんが阪神タイガースのユニフォームを着ていて、まあ、横取りしているような状態ですね。本日もあの河川の撮影に行ってましたので、私が指定している球団が、しっかり勝つと、まあ、こういうような形で物事を進めていただきたいですね。まあ、優勝してほしいチームっていうことを定義つけてますので、まあ、対戦しているチームが、まあ、そういうふうな状況に合わせて、勝つと、まあ、こういうふうな形が望ましいと、まあ、河川の撮影とあと金属回収地点、まあ、不法投棄されている車、あと老朽化した家屋、こういったものに関しての撮影をしてきたときは、まあ、しっかり、勝てるようにと私の指定している球団が、特に今日なんかはもう自宅から歩いて、船坂峠というところを、歩いて、まあ、河川の撮影をしながら、まあ、ダムを新しくどういうふうに作るかなど、まあ、そういったところを、まあ、向こう側に合流する河川を、まあ、撮影しながらなんですが、本日、まあ、あの最終的に向こう側の阪神電車の向こう側という駅まで歩きまして、本日、帰ってから、まあ、スーパーマーケットに寄って、まあ、岡場駅に帰ってから、スーパーマーケットに寄って自宅帰った頃には、歩いた距離本日50キロです、こういった時ぐらい、まあ、しっかり、どう考えても今日阪神タイガースが勝ってるはずなんですよ。だから日本ハムさんがちょっと2試合横取りしてしまってますので、だから4つは勝たせてもらわないとダメなんですよ、阪神タイガースが、日本ハムさんに。で、まあ、今日の試合で言うと、ロッテがしっかり勝つと、まあ、こういうふうな状況ですね。まあ、ソフトバンクは今首位ですので、ジャイアンツがソフトバンクに対して勝ってるという部分は、良いかと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。ホームページに、新しく、追記しています。ホームページは淡井圭介歴の一番に。まあ、その内容を見ていただいたら、ご理解していただけるかと思います。あと、まあ、撮影中、まあ、ちょっと晴れ間を作ったりだとか、雨降りそうだったんですけども、まあ、ギリシャの時間軸の方へ、まあ、雨を転送するような形で、まあ、向こうでも雨降ってたみたいですね。昼間ある程度、まあ、晴れ間を作って、まあ、気温が上がりすぎないように、ある程度、まあ、この時期まで来ると、その日の気温に合わせて、まあ、雲を、張るような形で、エアコンをなかなか使われないようにと。まあ、その節電の方が、まあ、今のところは、まあ、その併用みたいな形で、まあ、うまく立ち回ったところですね。だから、まあ、ロッテの皆さんにも、3得点、には、復帰の盾背筋の、15回2セット、その2得点だとか、あとは、まあ、懸垂5回と、あと足を曲げての、腕を、まあ、2本の棒に手をつけて、まあ、上げ下げですね、それも5回してからの、50キロ、撮影でした、というわけで、皆さんご対応の方よろしくお願いいたします。